ノリノリになってましたし、踊りをね、踊っている方もいらっしゃいましたね。大変お待たせいたしました。それではトレジャーボックスの皆さんのご紹介をさせていただきたいと思います。もしこうレトロポップスライブでもおなじみかと思いますけれども、バンド名のトレジャーボックスというのは音楽の玉手箱という、ね、意味です。エルヴィス・プレスリーやポール・アンカ、コニー・フランシスといったスターたちが最も輝いてた1950年代から60年代のアメリカンポップスを中心に演奏していますというメッセージをいただきました。それでは皆さんよろしくお願いいたします。 Now ladies and gentlemen, Treasure Box present to all the
しておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、すいません、打ち合わせがねちょっと、はい、今日ですね、オリビアの方も今日は素敵な衣装がですね、しておりますけどね、やっとあの仕立て直しができたということで、はい、今日ですね、プレゼントをしていただいたドレスの方を披露させていただいております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。すごく気持ちいいです。かわいいよ。ちょっとあのチャックしておこうかなとは思うんですけれども、あの本当にあの私このお衣装を着せさせていただいて、まあ見事にすっきり着られたんですね。で私あのすごく嬉しかったのが、あすごく見ていただいてたんだなということで、私すごく感動しました。本当にあのありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ね、この、はい、天気にね映えるピンク、そうですね、素敵なピンク、どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、はい、それでは次の曲に行ってみたいと思います。はい、ジョニーボーイ Take it slow Don't you know Don't you know
すみません、イントロのギターの方が少し調子が悪いようですけど、大丈夫でしょうか。ボーカルの林を少し上げてください。はい、thank you.
好きにならずにはいられない、そしてボーイハントですね、少しソロな曲を3曲お届けいたしました。はい、ライブの告知も少しさせていただきたいと思いますが、はい、先に、演奏いたしましたシックスシーズさんの方から、毎月第3日曜日のね、ポップスライブのことは皆さんにお知らせですので、まあ、それ以外のライブの告知をさせていただきたいと思います。はい、5月の第4土曜日文字の港祭り開催されますが、はい、土曜日にはこちらのステージの方でですね、文字港エレキバンドフェスタというですね、イベントを開催する予定にしております。はい、はい、12時ぐらいからですね夜の9時まで市内の党の10のバンドがですね、集まりまして演奏いたしますのでね、皆さんお越しいただきたいと思います。ちなみに、参加されるバンドさんの名前をご紹介しますと、オリオ銀杯さん、それからイーセットさん、ルーシーブラザードさん、それから、ザ・トップテックラブさんといったですね、ロックンロールのバンドが揃いますのでぜひお越しいただきたいと思います。トレジャーボックスもですね、16時、午後4時ぐらいからですね、はい、そういたしますので、ね、はい、ぜひ、お越しいただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、中盤から後半の曲に行きたいと思いますが、まず最初の曲は、ドラムのニコが、ボーカルを務めます曲からスタートしたいと思います。
せぬ水に『シンデレラ』そして『月影のナポリ』ルート 6D6 とね、3曲をお届けいたしました。はい、はい、いよいよですね、ラストの3曲ということでですね、はい、はい、ちょっと早めの曲をね、はい、用意しておりますので、はい、はい、早めの曲すいません、古い言葉でしたね。はい、じゃあ、もう行ってみましょう。はい。
Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリカーボックスの皆さんに今一度皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。盛り上げていただきました。皆さんは10周年の、ね、記念ライブが今年1月にありまして、ね、まあ、10年、この先また15年、20年とまたね、皆さんの応援でまたね、いろんな場所でのライブ楽しみですね。今日は門司海峡フェスタ初日のステージスタートしておりまして、今ですね、皆様方に